インテル440バイト X インテル440バイト X は、ペンティアム2、ペンティアム3、セレロンに対応した、インテルのチップセットであり、i440 バイト X とも呼ばれる。正式名称はインテル440バイト XAGP セット。1998年4月にリリースされた。440バイト X は、 440FX と 440LX の後に、インテルがリリースした、Pentium2 向けの3番目のチップセットである。Pentium2 は 100MHz のフロントサイドバス新規採用により、メモリアクセスと i、O アクセスを分離、CPU クロックにメモリアクセス速度を近づけることが可能となり、より高い性能を実現した。 分離以前の66マハーツセピバス速度によるメモリアクセスは最初のペンティアムクラシック以来深刻なボトルネックとなっていた440バイト X はこのフロントサイドバスに対応した440バイト X チップセットは当初スロット1向けであったが後にソケット370でも利用された p マイクロアーキテクチャベースのシングルプロセッサび SMP の構成で最大 1.10GHz までの動作クロックのプロセッサに対応した。4 4 0ト x は2つのチップセットの 440ZX と 440MX を派生に持つ。440MX はラップトップ用のモバイルチップセットである。しかし、 バイオノート Z505 シリーズなど、いくつかのノート PC は 440BX や 440ZX を搭載した。440ZX は 440BX のコスト削減版である。440ZX はメモリバンクのサポートを2個に減らしたことで、最大メインメモリ容量が低下することになった。 インテルセレロンプロセッサ向けに設計された 440ZX-66 は FSB 速度が 66MHz に限られている。4 4 0ト x はインテルで最も人気のあるチップセットの一つであった。皮肉にも4 4 0ト x は後継のいくつかのチップセットよりもより良い性能を実現した。直接の後継だった i810 と i820 チップセットは FSB が1 0 0ヘルツの4 4 0ト x を超えることはできなかった。i820 は高い性能を実現するために必要なドラムの価格とストラムからドラムへ変換する MTH の信頼性問題に苦しんだ。さらに、 非公式ではあるが4 4 0ト x はしばしば 133MHz の FSB で使われることがあった。440LX を 75MHz で動作させるときの苦労と比較し、容易に4 4 0ト x は 66MHz から 133MHz 以上で CPU に追随でき、マニアはこのチップセットのオーバークロック体制を CPU オーバークロックに併用した。A s u s P3 バイト F やアビット BH6、ボーイフレンド6 BE6 のようなマニア向けのマザーボードは、この非公式のクロックに設定するための BIOS オプションを持っていた。FSB が 133MHz の時に、4 4 0ト x は I815 チップセットと同等の性能を発揮し、 テュアラティンコアのペンティアム3に悲見できた。しかし4 4 0ト x は2、3のバスクロック分集機しか搭載していなかったため、2、3分集を用いる AGP バスも規定の 66MHz からクロックアップした。4 4 0ト x の FSB を定格の 100MHz を超えて走らせることはオーバークロックされた AGP バスの上で、 ビデオカードを動作させることが必要であった。初期の NVIDIAG Force のようないくつかのビデオカードはオーバークロックに耐性があったが、多くのビデオカードは AGP での35%のオーバークロックには耐えられず不安定となった。オーバークロックされた AGP バスでの動作に成功したビデオカードは当然に描画能力が向上した。しかし、 あとの i815 チップセットは440バイト X と比較して優れた機能と同等の性能を実現したため最も優れた Pentium 3用のチップセットとして考えられた i815 は 133MHz の FSB を実現するための1-2の AGP クロック分周機、AGP4X ウルトラ ATA 100をサポートするだけでなく、後の開版で t u a l a t i n Pentium 3を直接サポートすることができた。ただし i815 は2 5 6 m b ットチップを搭載したメモリモジュールをサポートしているが i810 同様合計搭載メモリが 512MB に制限されている。対して 440BX は128。 メガビットチップまでしかサポートしていない代わりに、128メガビットを16個搭載した256メガバイトモジュールを複数枚搭載することにより、マザーボードの実装によっては合計搭載メモリを768メガバイトや1ギガバイトにすることができた。その結果、440バイト X 搭載マザーボードは安定性を重視する法人にも受け入れられ、 ペンティアム4などのネットバースとマイクロアーキテクチャが主流となった後も発売から実に5年以上の長きにわたって販売され続けた440バイト X チップセットの成功と広い普及により色々いろいろなソフトウェアエミュレーション仮想化パッケージで440バイト X をそれぞれのバーチャルマシンの一部として動作されることになった 幅広い互換性により VMWare の仮想化アプリケーションシリーズや Microsoft Virtual PC シリーズ Microsoft Hyper V シリーズは4 4 0ト x チップセットをバーチャルマシンの一部として提供している Intel 4 4 0ト x アグップセットオーバービューよく知られた CPU オーバークロックは40ピンハックまたは アビット BH6 や A スルース P2 バイトのマザーボードを利用して 66MHz のバス速度のコビントンコアやメンドシノコアのセレロンを 100MHz のバスで駆動することであった。ほぼ100%の成功率で 100MHz、FSB と 450MHz 動作を達成し、より高価な Pentium2 450MHz と同等になるため、 メンディシーのコアのセレロン 300A はオーバークロッカーのスイートスポットとなった。他に人気のあったオーバークロックは 100MHz FSB で 450MHz 駆動が可能な SL2W8 ステッピングので手術コアのペンティアム2と 133MHz FSB で 600MHz 駆動が可能な SL35D。 ステッピングのカトマイコアのペンティアム3等であった。あとのカッパーマインコアのペンティアム3はオーバークロックが容易であり、440バイト X のマザーボードでよく動作した。最終的には、テュアラティンコアのペンティアム3と、テュアラティン 256K コアのセレロンガアダプタと、いろいろな修正で使用されたが、成功の度合いは様々であった。プレビューオブインテル。 S アップカミングカミーのチップセットトムズハードウェアハットアイ820では高価なドラムが必要なものの合計搭載メモリ 1GB をサポートしている。お宝発見。あの4 4 0ト x を搭載した新品マザーボードが販売中。ありがとうございます。